どうも麻婆大好きおじさんです。今日はちょっと一風変わった麻婆豆腐をお見せしよう。今日の飯は和風白麻婆。麻婆豆腐のセオリーをことごとく無視し、日本人好みに近づけたら老若男女誰でも好きなとんでもうまい麻婆豆腐に仕上がった。世界よ、これがジャパニーズ麻婆豆腐だ。今日使う物はこいつらだ。こいつらをカットしていく前に、豆腐を茹でる用のお湯を前もって準備しておく。よし、じゃあ豆腐からカットしていこう。麻婆豆腐の豆腐の切り方はいろいろあるが、今回はオーソドックスにさいの目切りにする。今日は煮崩れしにくい木綿豆腐を使っているが、プルプルの絹豆腐でももちろんいい。ちなみに俺はどっちかというと絹派だ。何事もプルプル柔らかいものが好き。お次は長ネギ2分の1本をみじん切りにしていく。今回はちょっといつもと違う切り方で、蛇腹切りでいく。包丁の根元を浮かしたまま、最後まで断ち切らないように切れ込みを入れていく。片面に切れ込みを入れたら、ひっくり返して反対側も同じ方向に切れ込みを入れる。あとはそのまま端から切っていけばみじん切りになる。大量のネギを素早くみじん切りにしたいときにおすすめのやり方だ。そしてトッピング用の三つ葉。軽く水洗いしたら適当にざく切りにする。なかったら青ネギなどでもいいが、この麻婆豆腐には三つ葉の香りが実に合う。余った三つ葉はお吸い物に入れたり、おひたしにしたり、あとは親子丼のトッピングに使うといい。よし、仕込みは以上だ。最初に沸かしたお湯も沸騰してきた。ここに軽く塩を加え、豆腐をまず塩茹でしていく。麻婆豆腐を作る上で一番大事なことは豆腐の水抜きだ。5分ほど塩茹ですることで中の水分が抜け、おまけに弾力が出てプルプルになる。豆腐の9割以上は水分。このまま豆腐を使うとソースが水っぽくなり味がぼやける。麻婆豆腐の時は必ずこの処理をやってほしい。ちょっと面倒だが断然仕上がりが変わってくる。ボコボコ沸騰させると煮崩れするんで、ゆらゆら表面が揺れる程度の火加減で煮込んでいく。よし、豆腐を茹でてる間に麻婆あんを作っていこう。フライパンを熱したらひき肉をぶち込む。オーソドックスな麻婆豆腐は豚ひき肉を使うが、今回はあっさりしていて旨味の強い鶏ひき肉を使う。肉を入れたら塩コショウで素早くした味。そして肉の色が変わるまでこいつを焼き付けるように炒めていく。肉の色が変わったら刻んだネギを投入し、さっと混ぜ合わせて炒める。ネギの香りが立ってきたらこいつをスープで割る。水 300cc に顆粒だし小さじ3分の2。通常の麻婆豆腐は鶏ガラスープやソーミシャンタンなど中華スープの素で割るが、和風だしで作る麻婆もいいもんだ。そしたら味付けや、薄口醤油大さじ2、みりん大さじ1半。こいつを入れてスープを一度煮立たせる。そうこうしてるうちに豆腐もいい頃合いや。このプルプルの食感、最初と全然違う。実にエッチ。よく水を切ったら、こいつらを崩れないようにそーっとスープの中にかち込ませる。この豆腐の下処理さえ怠ってなければ、家庭レベルの麻婆豆腐はすぐ脱却できるはずだ。豆腐を入れたらしばらくスープで煮込み、スープの味を存分に豆腐に吸わせる。うめし。そしたらここで隠し味、柚子胡椒。麻婆豆腐に欠かせない辛みはこいつでつけていく。分量は小さじ半ぐらいからお好みで。ダマにならないよう一度スープで溶かしてから入れる。
そしたらとろみづけや。一度火を止めて、少し温度が下がったところで水溶き片栗粉でとろみをつける。沸騰していると片栗粉がダマになるんで、必ず火は止めようね。そして豆腐が崩れないようにお玉の裏側を使って優しく混ぜ、とろみをつける。好みのとろみになったら再度添加。ここで一度バチバチに沸騰させることで水と片栗粉が完璧に結合し、時間が経っても分離することがなくなる。よし、これで完成や。ちょうど柚子が余ってたんで、皮を削って香り付け。なくても全然問題ない。そしてトッピングの三つ葉を回しかけたら完成。和風白麻婆。いただきます。めちゃんこうまい。プルプルの豆腐に鶏と和風だしのすっきりと優しいうまみ、そこにピリッとした柚子胡椒で味が締まっている。柑橘と三つ葉の香りも非常にマッチ。本場四川のバチクソカレー麻婆豆腐も大好きだが、あれはやや人を選ぶ。この和風麻婆豆腐は油も少なく、すっきりしてて旨味も強い。老若男女誰でも食える優しい味。どんなに疲れた時でも飲めるように食える。辛い料理が苦手なやつでも柚子胡椒の量を調整してやれば人を選ばず食えるだろう。もう少しパンチが欲しいやつはホワイトペッパーやラー油をかけてやるといい。完食や。めちゃくちゃうまい。和風もいいね。ああ、背後から殺気を感じる。早急に撤退せねば。ごちそうさまでした。